まあ、ちょっと難しい、展開だったところもあると思いますが、まず全体を振り返ってください。前半はなかなかボールを持ってる時間も少なくて、ちょっと苦しい時間帯が続いたんですけど、まあ、後半持ち直して、まあ、逆転して勝てたっていうのは良かったかなと思います。終盤、逆転のゴールを決められました。その場面振り返ってください。まあ、逆サイドにボールがあるときに、まあ、アーリークロスのコースが空いていたので、常にそこは狙っていたので、また那須さんからいいボールが来たので、あとは決めるだけでした。ここから代表の方に合流して、ちょっとチームを離れることになります。まずはその代表に向けて意気込みをお願いします。まあ、やっぱりワールドカップの直前といいますか、まあ、1個前の合宿なので、まあ、しっかりワールドカップメンバー、最後のメンバーに選ばれるようにしっかりアピールしていきたいですし、まあ、逆に海外の相手にどれだけ通用するのかっていうのも試したいなと思います。